読売中高生新聞の読者の皆さん、こんにちは。電気通信大学大学院博士3年の日枝田千恵です。同じく博士1年の岩田健介です。今日はこの私たちが通う電気通信大学を案内します。イエーイこちらは図書館です。こんにちは。いろいろ質問してね。好きな食べ物は？それは秘密だよ。秘密図書館には270人以上収容可能な学習スペースアゴラがあります。プロジェクターやホワイトボードなどがあり、プレゼンテーションの練習やディスカッションなどをすることができます。こちらは生協です。生協には電気通信大学創立100周年を記念したマスコットキャラクターリサジューのクリアファイルや、大学生活の必需品パンダコテも置いてあります。こちらが学食です。私のおすすめはこれ、チキンカツ丼です。じゃあいただきます。そうなんだよね。ここはどんな場所だか分かりますか？大型の工作機械があるのがここ、ものづくりセンターです。専門のスタッフさんがいて、学生が自由にものづくりをすることができます。こちらが UEC コミュニケーションミュージアムです。ここでは無線通信や音響などに関する歴史的な機器、資料の保存、展示を行っております。電通大はもちろん、体育施設も充実しています。トレーニングセンターも充実しています。もっと気合入れろ。はい。ここが創立100周年を記念して作られた UEC ポートです。ここには共同研究棟や学生の宿舎があります。研究や実験で使う電子機器の専門店も入っています。私はロボットに感情を持たせるという研究をしています。ロボット工学の知識だけではなくて、新
心理学であったり神経科学であったり、その文系理系問わず広い幅広い知識について学んでいます。私には兄がいるんですけれども、その兄が、ロボットを専攻していて、で高校生の時にその高校でよく名前が知られている人気な大学と専門家の間で知名度があったりとか実績があるっていう大学は違うんだよっていうふうに言われて、その中で名前が挙がったのがこの電気通信大学だったので、ここを志望してきました。気の合う人ばかりなので、すごく楽しく生活できています。将来の夢は今は研究者になることです。で、一つとしては、大学の教員になって自分の研究室を持てるようなことができたらいいなと思っています。立地はすごく良くて、新宿までもすごく簡単に出られますし、駅も開発されていろいろな駅ビルとかもできてすごく発展してきているっていうところが一つと、あとはすごく過ごしやすいです。街的にもすごく過ごしやすいので、私はもうここに9年目なんですけど、9年間過ごせるぐらいにすごくいい環境だなと感じています。ロボットを動かすためのプログラミングやロボットの構造について勉強しています。人間とロボットの違いを考えたときに、その違いは何かということを学習したかったのですけど、その学習についてやっている大学がここ電気通信大学だったので、この大学を選びました。普段は、研究室で研究を行っており、そこで、同じ研究分野の仲間たちと議論を重ねて、毎日を過ごしております。将来の夢は、みんなの家の中に、ロボットが入って、そのロボットが人間と同じように生活することを目標としています。理系大学なので、自分が学んでいることについて気兼ねなくみんなと議論できることが非常に魅力的だと思います。皆さんいかがでしたか？オープンキャンパスなどの機会にぜひ遊びに来てください。待ってます。